まあ、これからニューヨークでご活躍の TAKAHIRO さんに踊っていただくんですけど、ちょっとピカピカのに変わりましたね。そう、変身しました。ちょっとこっちの方がキラキラするかなと思って。あんまりこの方が人懐っこくてお可愛らしいんで、今日初めてお会いしたんですよ。そんなのにもうずっと前からのお友達みたいに思っちゃって、この子なんて言っちゃったりなんかしたんですけど、じゃあいいですか、お願いしちゃって、はい、じゃあお願いいたしましょう。どうぞ。見たこともないようなものでしたね、はい、楽しかった。あ、そう、楽しかった。何もう本当に独創的な感じだったんですけど、まあ、ちょっとマリオネットみたいになったりするところも、お人形さんみたいになったりするところもあるし、うん、あの、まあ、ムーンウォークみたいなのもあったんですけど、あのマリオネットの後クデ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 してぐるっとこう回ったところがあったんですけど、くるくるって、あの、あれ足があのムーンウォークみたいになりながら、でも内股になって、みんなが見たこともないような足つきだったんだけど、うん、あれどうやってやったのかしら。え、このくるくるくるって回るやつ回った、うん、これ、うん、あ、それもすごい。でもそれもあの膝でムーンウォークやったみたいじゃなくて、立ってね、あの、ね、あ、これそれでこっちからね、こういうふうに回ったね。まあ、いろいろいっぱいあるからあれなんだけど、あのマリオネットをやった後、あの起き上がって、起き上がって、それであっちから後ろでやって、はい、でそっちからこう来て、そうそう、こう来て、そうそうそう、そう回って、そうそうそう、そう回って、そうそうそう、うん、そうそうそう、こういったんだ、そうそうそう、こういってから、そう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 、倒れて、そうそう、こういって、そうそうそう、そっから起き上がって、そう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 。でくねくねくね、そうそうそう、くねくね、そうそう、それで、うん、ドーン。そう、でも私びっくりするんですけど、あのそれ全部こう腹筋みたいので、腹筋みたいのでやんないと起き上がれないじゃない、ふうに。気合いかな。気合い、気合いです。でもあの、まあ、ムーンウォークみたいのみんなもうあの見て知ってると思うんだけど、ちょっとムーンウォークみたいにやったの見せていただいていい？ムーンウォークは、はい、じゃあいきます。入ってください。こう上げて、はい、これがムーンウォークです。そしてこれが横に、あ、そう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 、それは私見たかったの。横に行く、その横に行くムーンウォークは見たことがなかったので、すごいです。それちょっともう一回やってみて。足を立てて、うん、重心こっちにで、うん、滑らせて、うん、重心変えてこっち行って、それを繰り返すと
そうそうそう、それはね、あのぐるっとやったってそれのこと言ってたんですけど、これだ、うん、それすごいね、やっぱそれ考えたの。あ、これは元からある古典なんですけれども。古典なの？はい、ヒップホップの中の古典の技だけど、多分使ってる場所が変わってるから、うんうん、変わって見えるのかなと。まだあんまりハハしてない、その割に。ああ、お話ができるじゃありませんか。すぐ本当は気抜くと今はなんですけど、ふーんってここでここで横隔膜のところで止めて踏ん張ってます。踏ん張っている、はい、だけどみんなとっても楽しんだと思います。高広さん、どうもありがとうございました。皆さん、よかったですね、見せていただいて